あ、毎度、おこしやすつらら、あざっかやつららの職人、しょちんでございます。今日はですね、ちょっと、皆様に、ね、いつも熱心に見てくださってる方だけになるんですけど、大事な話を、しようかなと思います。もう、かれこれそうですね、一月ぐらい前からちょっと、悩んでるじゃないんですけどね。なっちいたな。ずっとこう気にしつつも考えへんように、騙し騙ししてたことがあって、もうついに限界が来てですね、もうやめようかなと思ってるんです。このままやっぱりこう続けていっててもなんかこう先が見えないんですよね。まあ自分にとっても楽しみにしてたことでもあるし、まあ生きがいやったみたいなこともあるので、やめるっていう決断をするのはすごく辛いことなんですけどね。もう絶対このままやってもええことないので、もう思い切って決断しました。僕は本日をもって紙を買うのをやめます。ごめんなさい、すごく心配かけたと思うんですけど、でもね、ほんまこれ違うねん。釣り動画とかじゃなくて、ほんまにこれ悩んでて、結構今まで画材紹介としてですね、たくさん紙系、まあこんなブロック紙とかですね、水彩画やったらブロック紙で、これだけじゃないねんで、出されへんからちょっと見せてなかったんやけど、和紙、水墨画とか日本画を描くためのやつも、これ一部ですよ。こんだけ真っ白なやつですよこれで。ね、なんか僕思ってたんですよ、夜中。結構だからそういう紙買うのとか僕好きやし楽しいんやけど、全然制作のスピードとその買ってるこのスピードが追いついてないと。これはね、やっぱ大問題やなぁと思って。というのは、このままの制作スピードで、でなんか紙みたいなものを買い続けてるとですね、絶対に紙の方が多くなっていって、でこういう紙系ってね、ずっと持つようで、やっぱダメになっていくんですよね。うすうす僕も何個か感じてるのがあるんやけど、まあちゃんとね、今これここに立てかけてるけど、ちょっとこれ邪魔やな。ちゃんとね、密封して湿気のないとこに置いておくと、まあ寿命は延ばせるんですけど、それでもね、やっぱね、紙っていうのはね、徐々に湿気とかそのね、空気中に漂った細菌とかを吸って風邪引き状態、簡単に言ったら水性の絵の具を弾いてしまう状態になってしまうんですね。もうこうなると、ちゃんとした水彩画が描けないんですよ。で、この和紙とかもそうです。風邪ひいてしまうと、そこだけ墨が入らなかったりしてね、もうダメになってしまうんですね。で、これ、なんかまあ僕の問題でもありますけど、結構これ皆さんも問題にしてるんじゃないかなと思って。やっぱね、人間ってね、買うの楽しいやん。で、なんか、制作に行き詰まってても新しい画材を買うことで次のステップに行けるんじゃないかとか幻想を抱くんですね。まあ確かに楽しく画材をね、買ってこうウキウキするのも大事やし、いいことだとは思うんですよ。でも絵の具とかペンシルとかそういう気はまあ腐らんにしても、紙ってやっぱり寿命があるから、もう買ったらそれをちゃんとね全部使い切っていかないと、なんかやっぱダメやなと思うんですよね。なんか無駄にしてしまうのも良くないし、で何よりその自分が書けないことに対するそのジレンマを画材で解消したらあかんなと思って、まあ僕の場合は YouTube をしてるので、皆さんにねちょっとでもまあ画材をこう知っていただいて、ああこんな風な質感なんやなとか分かったら購入の参考にもなるかなと思って買ってる部分もちょっとはあったんですけど、まあでも大半僕も買うの好きなので買ってしまってたんですよ。まあそれは楽しくていいんですけどね。いいんやけど、やっぱ僕のね、そのなんかやっぱり言っても、僕は絵をしっかり学んでこれからも頑張って練習して自分の納得できる絵を描きたいっていう夢があるんですけど、全然制作追いついてんやないかと。でもイライラしてきて自分で。ああもう一旦ここでこれ紙使い切るまで買うのやめようと思って。結構あると思うねんこれね。で、なんかその、一回紙を買うのやめよって、あ、これ買うでしょ、これ。ほら。これ、スケロクって書いてある。まあ、そんなどうでもいいねんけど。一旦紙を買うのやめて、これ全部使い切るまで頑張って書こうって決意することで、
どんどんねやっぱ練習もハイペースになってくるんじゃないかなと思うんですよ。だからちょっと今までもしそういう紙とかその絵を描くものを指示体って言うんですけど、そういう指示体的な画材紹介をね期待してくださった方は本当申し訳ないんですけど、ちょっとしばらくこれがもう明らかに目に見えて減っていくまではこういう紙類は買わずに置きたいと思いますので、画材紹介がなくなってしまいます。本当申し訳ないです。だからそういうね待ってくださってる方のためにも、もう紙消費するぐらいちゃんと僕も練習する、勉強するという決意の動画にしようと思って今日これを回しております。でおそらくうすうす僕と同じ悩みっていうか、まあ自分に嫌気がさしてる方もね同じ理由でいると思うので、一緒に書きましょう。そういう方は紙なんか持ってても紙やから、柔らかかったらお尻拭けるけど硬いしな、ほんまに何のあれにもならへんのよ。結構で場所取んのよ、結構取んねんな、チーターな。これなかったらチーターキャットタワー置けるかもしれんのにな。もうだからちょっともうここからねハイペースでこれ動画になれへんかなと思うねんけどね、練習をね僕も頑張ってやってきたので、そういうところも YouTube で上げれたらなぁとは思ってます。野外制作もそうですし、家でのねその写真を参考にした書き方とかもちゃんとしたそのねこれ何々の書き方とか何々の表現方法とかで動画だけじゃなくって、そういうなんか僕のね前やってた真夜中の覗き見配信みたいな、制作覗き見配信みたいな、あんな感じの動画も増やしていこうかなと思ってます。まあそれに関してはねあんまりなんか技法についてこう事細かにねいつもやってるような技法紹介みたいな感じにみたいに、そのめっちゃ細かく書き方とかを説明できはしないかもしれないですけど、まあなんかこう部活動とかで自分以外のみんながこう頑張ってると自分もこうやる気になってできるっていう感じあるやん。一人でやったらできへんけど、やる気も起きひんけど、なんか誰か同じ同士がこう頑張ってやってる姿、楽しんでやってる姿を見ると自分もやろうって思うじゃないですか。そんな感じで僕の動画もね活用していただけるように僕もね頑張っていこうかなと。でまあ僕なんやろう、冷静に客観的に自分のチャンネルを見た時に、他のなんか YouTube でやられてるその絵画のチャンネルと自分のチャンネル違うところがあるなって思ってるところが1点だけあって、それは僕って本当に何の肩書きもないんですよ。ただただ絵が好きで、僕学校も行けなくてね、家で引きこもり状態で絵だけでなんとか頑張って生きてきたみたいなところがあって、でその専門の教育も受けたことないし、塾すら行ったことないし、学校ももちろん行ってないしね、美大とかで、カルチャーセンターで勉強したこともない、もう完全独学なんですよ。本当になんか自分の好きな絵とか画家の作品とかを見て、ああこんな絵が描きたいなっていう憧れのみでやってきて、自分なりにはこういう風にしたらいいんちゃうかとか言って考えてきてるから、なんかこう見てくださる方が同じ立場として見てくれるんじゃないかなと思って、例えば誰々先生、水彩画を歴何年のどこどこ大学出身の先生が教えますっていうのも、もちろんそれはね専門的な知識が得られるわけですしいいと思うんですけど、なんかこう自分と同じ目線で、頑張っていくっていう感じじゃないじゃないですか。どうしてもこう教えを請うみたいな感じで見てしまうと思うんですけど、僕の場合は本当にもうな、そういうことやな、同じ絵を頑張ってる、そして楽しんでる同士として一緒に絵を描いてくだされるんじゃないかなと、くだされるんじゃないかなっていう日本語おかしいな、一緒にこう頑張っていこうって思ってくれるんじゃないかなと、そこが僕のチャンネルのいいところ、強みなのかなって客観的に思うんですよ。だからね、一緒に頑張って紙を消費しましょう何の動画やねんですけどね。でもほんまこれなんか冗談めいて撮ってますけど、マジでこれほんま最近ね落ち込んでたんですよ。全然書いてへんやんと思って。芸術界の中ではね、平櫛田中っていうね彫刻家、伝説のレジェンド彫刻家がね、もう亡くなった方ですけどね、ぶっこ作家ですけどいるんですけど、100何歳で死んだんやったかな、ちょっとなんかね逸話みたいなのがあって、
平櫛田中が木を彫ってね、木彫って言うんですけど、木彫って仏像とかなんか立体の作品作る作家なんですけど、100歳目前やったかな、90いくつやったかなの時に、この先10年分の木材を買ったっていう、これ意味わかりますか？だってもう90歳ですよ。もうまあ、はっきり言ったらもう本当にいつ亡くなってしまうかもわからんぐらいの年齢やのに、10年先のね木材を買い占めたっていう。なんか木材ってね、その時にしか手に入らん良質なもんとかもあるらしくって、今やっていうことでね10年分買ったらしいんやけど、そういうのってかっこいいと思うんですよね。まだこの先10年はやっていくっていう気持ちがすごいなと思って、はーって感心したんですけど、自分振り返ってみて僕はそんなんじゃないなと思って、10年分の紙買ってるけど作ってないっていうね、ちゃんと全然作れてない、欠けてない、これは情けないなと思って、とりあえずこれはもう一旦やめようと思って紙買うのね。というわけで、ちょっとまあ決意表明みたいなところもあり、そしてこれからまあなんていうかな、自主練配信みたいな、ちょっとしたもんでもいいんですよ。安い紙もいっぱいあるしね。こんな自分で作ったやつとかもあるから、こんなんにね、サラサラっと書いたり。で、一回一回に、例えば水彩画やったら水彩画で、こういう技法を学び取ろうとか、こういうコンセプトを今回は、勉強しようっていうのを決めて、書いていこうかなと思ってます。まあ、それがね、どんな動画になるかわからへんし、動画になるかどうかもわかんないんですけど、ちょっとね、動画の本数が多くなるんじゃないかなと。で、その練習配信に関しては、編集をね、ほとんどしない感じでお届けしようかなと思ってます。結構編集もね、時間かかったり、やめて大変やったりするので、もう数を出していきたいから、そういうのは。ほんとなんかラジオみたいな感じで、一緒に頑張ってるんやっていう感じで見てくださるような、雑い動画にはなるかもしれませんけど、でもね、これ裏を返したら僕のほんまの制作を見ていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、よければ、ためにはならんかもしれませんけど、モチベーション維持っていうかね、一緒に書こうって思ってくださる方はその動画を見て、ご自身の部屋にいっぱいうずたかく積もってるであろう紙を表示してください、僕と一緒に。これやっぱね、ダイエットとかでもそうやんか、パートナーと一緒にダイエットしようって決めたら、相手にこうね、自分がリタイアしてしまったら申し訳ないから、ちょっと頑張れるっていう感じのとこあるやん。一人やったらどうしても甘えてしまうからね。なので僕はこれから、ちょっと頑張って紙消費するためにいっぱい絵描きまくります。できたらね、野外スケッチもしたいんやけどね、暖かくなってきたらそれもしましょう。ただ撮影がちょっと難しいのでね、それは動画にはならんかもしれませんけど、とにかく僕は描きまくります。で、動画にならへん分に関してはツイッターでね、僕いっぱい作例とか、あと描き方とかも上げてるので、よければそちらもフォローしてくださったらいいんじゃないかなと思っております。はい、すいません、釣り動画みたいになってしまいましたけども、結構でもこれ僕今決意表明できてすっきりしてます。ああよかったと思って、これ一回皆さんに言うとくと、自分もやろうってこう怠けずにね、嘘つきになってしまうから、やらへんかったら意思を固めることができたので、いい日になりました。とにかく僕は死ぬまでに納得できるような絵を描きたい、それだけのために頑張って練習します。今は頑張るで。はい、それでは長くなってしまいましたが、僕の思いを聞いていただきました。まあ、いつも通り画材紹介って紙以外のね、画材紹介とか、まあ、そんなもちょっとね抑えようとは思うんですけど、とか、あと技法書き方とかの動画も普通通りに流していきます。それプラスアルファなんか僕の練習みたいな、編集無編集、ほぼ無編集動画も上げていこうと思いますので、よければご視聴くださったらありがたいです。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。またご視聴す。紙を買いすぎた。なんか中途半端にね、動画の本数だけ増やして質が落ちた動画をねたくさん残すのもすごい抵抗あったんですけど、ここはねもう恥を忍んでいっぱい練習動画も上げていきたいと思いますので、よければチップうるさい見てくださったらありがたいです。